ニパルタック。これ台風の名前さ、何なの？ああ、そうだよね。あ、そうなんだ。7日に来るのか。時刻は10時8分を回ったとこでございます。お届けしている番組は FM 宜野湾防災防犯番組ライフサポートラジオでございます。今日はですね、本当に素敵なゲストさん、招いてお招きしております。それでは自己紹介お願いします。はい、沖縄電力総務部広報グループの宮平と申します。はい、宮平さんでございます。実は僕と宮平さん同級生、同じ高校。はい、はい。宮平さんは、あれですね、ディキアクラスだったよね。んなことないけどね。僕が普通クラスということで、ただ沖縄だからね、どっちもディキアということで、はい、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。台風1号が発生して、遅いよね今回ね。そうですね、観測史上でもまあ何番目ぐらいかっていう、ね、はい、遅いって聞いてますけれども、はい、現金なもので来なかったら来なかったで心配して、来たら来たでまたね、はい、大変になってるって言って。そうですね、まあまあまあ、そういったことでございますが、台風1号発生しております。ニパルタック、一番ですね、本島はどうやらそれそうですが、やっぱ八重山諸島にこう結構な被害をもたらすのではないかなと、で結構強くなるという予想なんですよ。そうですね、ね、はい、あの猛烈な強さになるのではないか、非常に強いとかですね、気象台では猛烈な強さとかっていうのを、表現で今のところ予想しております。なので皆さんぜひ、警戒していただきたいなと思いますが、やはり、今回ですね、電力の宮平さん来てもらったのはですね、そのやっぱ台風対策ですね、この現時点で今の時点、まあ、近づいてくる、今日もね風がちょっと強くなってきてるんですよ。うん、そうですね、ね、はい、現時点でできる台風対策教えていただいてよろしいでしょうか。そうですね、まあ、台風1号なんですけれども、はい、まあ、現在の時点では、沖縄本島へのまあ直撃はまあないであろうという予測の進路になっておりますけれども、はい、まあ、この機会にですね、はい、まあ、台風の原因となる、飛来物というんですけれども、それを取り除く作業をしていただきたいなと思っております。具体的にはこの台風で、はい、停電が発生する一番の原因というのが、ビニールシートとかですね、トタン、あと、まあ、テレビアンテナだったり、まあ、その辺に置いている材木が電線に絡みついたり、電線にぶつかってその、まあ、電線上の器具、電柱にある器具を破壊したりですね、まあ、そういったことで起きる停電が一番実は多いんですね。はあ、はい、風、でも、はい、電柱が切れると思っていた、風そのもので電柱が切れるというのはあまりなくてですね、もともと風の抵抗を受けにくいというのもあるので、ただそのビニールシートとか、が引っかかりますと、その分風圧が強まりますので、まあ、それで電線が切れちゃったり、本当にひどい時には、まあ、電柱が一緒に倒れたりとかですね、まあ、そういったこともありますね。なのでそうですね、市民の皆様が、事前にできる台風対策というのはやはりこういった停電の原因になる飛来物を、事前に片付けるということを、ぜひ徹底していただければなと思っております。これ台風来た場合の損害ってじゃあ電力さん大変ですね。そうですね、まあまあ、設備の被害とか、まあ、人的なものを含めると、まあ、年間何億何十億という被害が出ることもありますので、それ全部だってね、はい、電柱も電力さんのものですもんね。そうですね、公共
というわけではないんでしょう、はい、そうですね、はい、ただ、まあ、やっぱり一番その台風が来て、まあ、被害というか困るのは、まあ、停電が起きて、まあ、県民の皆様が、うん、まあ、お客様がご不便をおかけすることが、まあ、一番問題だと思ってますので。早速やりますね、はい、もう優等生ですね、はい、そうですよね、うん、でもやっぱりライフラインですからね。そうですね、はい、電力がこうなくなったら停止したらとっても不便ですからね。やっぱなくなって初めて気づく不便さもありますので。そうですね、はい、はい、でそういった、まあ、対策、飛来物が飛ばないようにする対策、はい、あと他にあります？そうですね、お客様側で、うん、まあ、言いますと、まあ、やはり今言ったような飛来物の対策というのが一番なんですけれども、はい、うん、まあ、例えば停電の最中ですね、まあ、はいはいはい、いざ停電が起きた時のために停電起きました、はいはい、ということで、まあ、あらかじめ、うん、まあ、その前に懐中電灯であるとかですね、はいはいはい、まあ、ラジオとか、うん、まあ、乾電池を用意しておくとか、はい、携帯電話を充電しておくとかっていう対策も必要になりますし、備えておくと。そうですね、はいはいはい、あとブレーカー、うんうん、で家に、まあ、各ご家庭についている、はい、まあ、ブレーカーの場所を、まあ、あらかじめ確認していただいて、うん、まあ、できれば操作方法までおさらいしていただきますと、うん、台風の時は、うん、まあ、稀にこのブレーカーを操作することで治ることもありますので、そのためにブレーカーの場所と、まあ、操作方法を覚えていただけますと大変ありがたいです。なるほど、はい、やっぱりね、高齢の方もちょっとブレーカーをいじってみると、うん、今のうちブレーカー落としても大丈夫なんでしょう？そうですね、ただ、まあ、主電源が切れてしまう形になるので、もしビデオの録画とか細かいようにすると、まあ、パソコンがはい、はい、ってなると待機状態だとっていうことはあるとは思うんですけれども、うん、まあ、その周りの主電源全部切っていただいた上で、うん、一瞬落とすとかっていうのは、まあ、はいはいはい、練習でやっていただいてもよろしいんじゃないかなと思います ね、 こっち切れたら、はい、これで切れるんだみたいなのを分かってもらえたら、そうですね、非常に分かりやすいんじゃないですか ね、 基本的に、はい、その家電とかの全部電気を落としとけば大丈夫ということですかね。そうですね、はい、なので、ぜひブレーカーの位置あるいはその操作方法ですね、本当におさらいしておくと便利かなと。そうですね、ね、操作方法は沖縄電力のホームページの方でも紹介してまして、ね、はい、あと YouTube でですね、うん、沖電チャンネルというのがありますので、そこでも紹介してますので、はい、沖電チャンネルというのもあるんですか？まあ、CM の動画が少し載ってるぐらいなんであまり大したものじゃないんですけど、まあ、ブレーカーの操作も載ってるんですね。そうですね、はい、あら、いいですね、沖電チャンネル、はい、ぜひ、はい、皆さんそれ参考にしてね、ちょっと見ていただければなと思います。僕らもね、やっぱ台風停電させるわけにはいかないんですよ、うん、放送止めるわけには、まあ、ね、うん、はい、いかないので、うん、なので予備電源とかもありますので、はい、うん、今日のうちで僕らもチェックしようと思ってるんですよ。そうですね、ぜひお願いします。どうですか、この企業姿勢。素晴らしいですね。素晴らしい、はい、じゃあどうする、電力を安くする？ちょっと上司に相談させてもらってもよろしいでしょうか？はい、ということなんですが、実際ですね、この、まあ、台風が来た時にはそうやってやるということですが、停電がじゃあ起きましたと、はい、その際の対応はどうすればいいんですか？そうですね、うん、まあ、まず先ほど言ったブレーカーを、まあ、操作していただくということも、はいはい、必要ですし、うん、また弊社のコールセンターの方に、まあ、電話いただくというのも一つの方法ですし、はいはい、またホームページの方でですね、うん、停電情報の公開というのもしておりますので、はいはいはい、まあ、実際にご自宅が停電された場合はそのテレビとかパソコンとか当然使えなくなるんですけれども、まあ、うんうん、携帯電話とかスマートフォンはまだ充電が持つと思いますので、はい、沖縄電力のホームページの方に来ていただいて、うん、停電情報をご確認いただければ、まあ、実際ご自分の地域が停電しているのかどうかというのが、はい、確認できますので、ですね、はい、ただその場合に停電はこの地域していない、はい、いないんだけど、うんうんうん、ホームページ上で見ると、うん、私が住んでるところは停電してないんだけど、はい、でも我が家は停電しているっていうケースもまれにあるとは思うんですが、はいはいはい、まあ、その場合ブレーカーを操作していただくとかですね、うんうん、あと電線から直接お客様のこのご自宅に届いている、はい、引き込み線っていうんですけれども、うんうんうん、この細い電線が切れていると、はい、これまた同様に停電になってしまいますので、うんうん、周りが停電していてもご自宅だけついていないというケースの場合は、まあ、コールセンターにご連絡いただく方がまあ確実ではあるとは思いますけど。なるほど、はい、電力さんのですね、ホームページから、はい、この、まあ、バナー停電情報というのがあって、はい、それをクリックすると、はい、まあ、地図表示サービスとかっていうのがあってですね、
そこからもう簡単に見ることができるんですよね。そうですね、うん、この停電ホームページのこの情報公開というのは2つ入り口がありまして、はいはいはい、まあ、1つが台風の時とか、まあ、そういった非常災害の時の、あの停電情報と、はい、あとそれ以外 の、 あの、まあ平常時と私どもは呼んでるんですけれども、はいはいはい、まあ、今言ったこの今みたいにその空が晴れていて、うん、まあ、基本何もないんだけれども、あの例えばカラスが電線に接触したとかですね、そういったことで停電することもまれにあるんですけれども、まあ、そういった時の停電情報と台風の時の停電情報は入り口が別々になってますので、はい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 、そこはあのご注意いただければと思います。そうですね、はい、台風来てですね停電になったなと思ったら、このホームページの地図、まあ、そのバナーをクリックして地図が出ますので、はいはい、割と細かく出ますよね。例えば宜野湾だったら、そのなんていうんですかね、区まで。そうですね、はい、ね、あの各区まで出て、あの、まあ、台風の時は広範囲で停電が起きてしまいますので、はい、まあ、この各区ごとの停電個数ではなく宜野湾市全体の停電個数という形で表示させていただいているんですけれども、うん、まあ、このお住まいのこの区とかですね、うん、そういった地域はどこかというのはあの確認できますので。なるほど、はい、素晴らしい。これ最近できたんですか？この台風の時の情報、ホームページの情報提供というのはもうこの地図表示自体はもう2年ほど前からやってまして、はい、まあ、それ以外のこの平常時ですね、はいはい、平時の停電の、情報公開についてはこの、3月の末からやっております、うんうん、なるほど、はい、あのこういったなんていうんですかね、沖縄電力さんはそういったことを結構やってるじゃないですか、取り組みとかですね、はい、その他にですね、まあ、台風時の取り組みとかって何か台風対策とかですね、そういった取り組みやってるんですか？まあ、あの事前の台風対策って言えば、あの、まあ、先ほど電線が、まあ、切れるとかっていう話ありましたけれども、うん、はい、まあ、まあ、風の抵抗を受けない、受けにくい、あの低風圧電線という、はあ、あの、まあ、風の抵抗を受けない電線を入れたりですね。すごいですね。はい、あとはこの、まあ、電柱そのものの補強、はい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 、とかってもやってますし、またあとはあの日常的に、まあ、設備の巡視ですね、あの、まあ、例えば樹木が接触するとこれも停電の原因になるので、そこが接触しないように、まあ、あらかじめ伐採しておくとかですね、あ、まあ、そこはあの点検する、あの日々巡視点検することで、うん、あの未然防止に努めるというのは、あの、まあ、事前の対策としては行ってますね。あ、じゃあもう台風近づいてきた来なくても一応もう巡回みたいなのはやっている。そうですね、はい、それはもう日常的にやってますね。で台風近づいてきても割とじゃあ巡回もして危なそうなのは対処するというか、はい、そうですね、あの、まあ、暴風域に入る段階になるともうこの二次被害の恐れがあるので、まあ、巡視とかというのはまあ取りやめるんですけれども、うんうん、まあ、台風がもちろんもうあと1日2日後来るよっていう時にはもう巡視とかは当然しますし、なるほど、はい、あとはまあそのための体制を整えてですね、うん、例えばあの離島、まあ、今回あの先島の方に向かっているので、ね、ちょっと心配なんですけれども、うんうん、まあ、事前にですね、まあ、停電が起きた時に速やかに対応できるように復旧要員をあらかじめあの沖縄本島から送るとかですね。はあ、なるほど、はい、もうそういったこともしてますね。うん、はい、なんかね自衛隊とも連携していろいろとやっていくという。そうですね、あの特にあの台風、去年の与那国とかですね、うん、あの非常に被害を受けたところがあったんですけれども、家とか崩れてましたね。まだあの台風が過ぎ去ったばかりで民間の飛行機が飛ばないとかですね、まあ、便が取れないとか、まあ、そういった時にあの復旧要員を優先的にあの送れるようにですね、まあ、自衛隊さんと連携して、なるほど、あのヘリコプター乗せてもらったりですね、あの機材を運んでもらったりとかですね、はい、そういった取り組みもしております。なるほど、はい、そういったまあ取り組みをしていますが、まあどうしてもね停電になるときはなりますので、ただその対策も自分なんかでできることはやっぱりやった方がいいですからね。そうですね、はい、はい、それではですね、この、まあ、ちょっとまとめてもらいたいんですけど、台風対策ですね、今の時点でやるこの台風の対策、はい、もう一度教えていただいていいですか？はい、はい、そうですね、あの繰り返しにはなるんですけれども、はい、まあ、あの台風が接近して強風でこの物が飛ばされると、うん、まあ、危険なだけでもなくて、またあの電線に絡みついて、はい、あの停電になる場合がありますので、うん、はい、風で飛ばされそうなこのトタンとか、はい、まあ、看板、うん、まあ、ビニールハウスの固定とかですね、はいはいはい、またあのご家庭に置かれましたそのベランダに置いてあるまあバケツだったりとか、まあ、飛ばされやすいものとか、うんうん、あとまあテレビのアンテナとか、まあ、これはちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、そういったものの補強とかですね、はいはいはい、あとは、まあ、木の枝を、まあ、あらかじめ伐採しておくとかですね、うんうんうん、はい、そういった、まあ、
外にまあ飛んでいくと停電の原因になりそうなもの、危ないものをできるだけ片付けていただくことで、県全体の停電 の軽減につながると思いますので、そこはぜひよろしくお願いしたいと考えております。そうですね、はい、ぜひもう本当にこれ予報でいく と、ですね、7日から8日にかけて割と、沖縄地方に近づいてきますので、7日っても明日ですからね。そうですね、はい、明日明後日には影響が強くなるのではないかという予想がされていますので、はいはい、本当もし皆さんね、お忙しいでしょうけど今日のうちに対応していただければ、風がもう強くなった後ではまあその作業するの危険ですので、ね、できればまあ今日のうちに、できる範囲でやっていただけますと大変ありがたいです。そうですね、はい、ぜひこれですね、今日やっていただければと思います。そしてですね、実際もう、来て台風来ましたと、で停電になった場合は沖縄電力のホームページ見ていただければ、その停電情報とかが載っております。そして、問い合わせもですね、この載っています。各種問い合わせですね、さっき言った、コールセンターとかですね、はい、そういったことも載ってますので、ぜひお問い合わせしていただければなとも思います。参考にしてください、はい、そしてただあれですよね、強風域の暴風域の間はどうしても作業ができないという。そうですね、はい、二次災害にもつながる可能性がありますので、暴風域の際はですね、遠隔操作とかでなるべく直せるところはシステムを用いて直したりとかはしてますので、はい、かっこいいですね、遠隔操作もできるんだ。そうです、やりますね。あと台風の時はコールセンターの、電話は大変つながりにくくはなるとは思うんですけれども、はい、各支店も本店の間接部門から人を増員して送って電話対応などしていますので。なるほど、はいはい、ぜひそういったことも参考にしていただければと思います。今日はですね、ライフサポートラジオ以上でございます。宮平さんに来ていただきましたが、じゃあ最後にリスナーさんに一言お願いします。はい、繰り返しにはなりますけれども、事前の台風対策とですね、はい、あと、いざ停電が起きた時のために懐中電灯やラジオ、携帯電話の充電等はお願いしたいと思っております。そうですね、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います、はい。今日はですね、本当に素敵なゲストさん来ていただきました、はい、沖縄電力、広報グループ、広報室じゃなくなったの、広報グループ、そうね、グループになりました。あ、広報グループより宮平克也さんに来ていただきました。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、ライフサポートラジオ以上でございます。また来週もよろしくお願いします。それではさよなら。